聖夜、紫龍、旬の3人は最も神に近い男と言われるゴールドセイント、乙女座バルゴの釈迦が守護する第六の宮処女宮へ乗り込んだ。だが釈迦の強大なコスモの前に聖夜たちは圧倒されるばかりだった。この程度の実力の者がこの処女宮まで登ってこられたとは未だ信じられん。下のゴールドセイントたちがあえて手を抜いたとしか思えぬ。往生際の悪いこの釈迦、ゴールドセイント12人の中でも最も神に近い男と呼ばれているが、弱者に対する慈悲の心は持ち合わせていない。いや、こうして苦しんでいる者にとどめを刺してやるのも慈悲というものかもしれんな。ん？なんだこのコスモは。俺の弟や友にそこまでした以上、相応の覚悟はできているのだろうな。お前はフェニックスの一騎。神だか仏だか知らんが、俺の弟たちを傷つけた報いはたっぷり受けてもらうぞ。この線を越えると死ぬぞ。迷わずあの世に行くかな。ハイト、オウム。私にあだ名を。心得物め、命が惜しくば、おとなしくひざまずき、大地に頭をすりつけ、私を拝め。残念だが、俺は真実は信じない。焼き尽くしてくれ。さっきから、これがお前。俺のコスモが萎縮しているのが、天とのようにわかる。この無敵。天武放任。蛇に睨まれて帰るとは、このことだよ。反逆者の君に、もはやクロスなど不要だ。私が退任してやろう。強欲の俺は蘇ってみせる。釈迦、お前こそフェニックスの炎で灰にしてくれる。言っただろ、死ぬ覚悟はできているのか。どうやら私は君を見つけていない。オーブでだ。フェニックス幻魔拳。みんな、どこへ行こうと俺の勝手だ。フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。釈迦よ、お前はそれほどの力を持っていながら、なぜ教皇の悪に加担しているのだ。お前ほどの男が教皇の本質を見抜けぬわけがあるまい。それとも教皇が悪と知りつつあえて仕えている悪の片割れか。どうした答えられんのか釈迦。私はどんな相手であろうと悪であるか正義であるか分かる。その私が見た教皇は正義だ。バカな。一騎よ、多少なりとも地獄を見てきた君を陸道輪廻へ落とそうとしたのは私の過ちだったようだ。一騎、君の六感すべて断ち、フェニックスといえど二度と立ち上がれぬよう完全に葬ってやる。な、何？天武放任。釈迦の、釈迦の目が開いた。バカな。腕が、
足が、全ての感覚が失われていく。もはや何も感じまい。最後に虚しく動き続けるその心臓を求めて陸道輪廻に落としてやるのがせめてもの慈悲だろう。シャカ、今度は僕が相手だ。兄さんをムザムザ死なせるわけにはいかない。うん、死に損ないの君が出てきたところで何ができる。シュッ、置いていろ。シャカは俺が倒す。この一騎が、バカな。一騎のコスモは恐ろしく増大していく。神に近い男といえど、地獄の底を見てきた俺に勝てるものか。迷わずあの世に行くかな。はい、と。この艦は全て立ち返った。オールドセイントしか体得していないセブンセンスに目覚め始めたというのか。シャカ、ヘリック煙幕、聞こえているだろう。目では見えなくとも、これだけこのセブンセンスでは、お前の姿を捉えることができるぞ。そろそろ分かってきただろう。いくら真ん中を踏みしばって見たところで、見たところで再び光の出す場所へ戻ることなど決してない。お前が神に近かろうが何だろうが関係ない。この世で頼るものはこの俺自身の力だけよ。フェリックス煙幕、オウム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 煙幕。帝王、ウィナー、俺は神仏は信じない。立ち手フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。ゴールドセイントであるこの釈迦のコスモさえも覆い尽くすとは、一体どこからそんな力が。釈迦よ、その答えはお前が俺に教えてくれたのだ。何？お前は六感の一つ視覚を封じることで常にコスモを高めていた。釈迦、今俺のコスモは六感を失ったことでお前をしのぐほど燃え上がっている。まさか。それでは君はわざと天部降臨を。そうでもしなければ神に最も近い力を持つと言われるお前を倒すのは不可能だろう。さあ釈迦よ、俺と十万億度とやらの彼方まで行ってもらうぜ。愚かな。自分の命を捨ててまで相手を倒すなど、そんな勝利に何の価値がある。さらばだシェン、聖夜たちと共に最後まで男らしく戦うんだぞ。兄さん。シュンよ、人間がもし生まれ変われるなんてことが本当にできるのなら、この次に生まれ変わってきた時もお前とはまた兄と弟だ。必ずな、シュン。兄さん。